内見主任の物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。早速ですが本日ご紹介の物件はこちら。収納の癖が強いが5万円台で気になるとの情報をキャッチしております。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。2003年3月築の鉄骨造5階建て。コメンテーターには通りすがりの方にご協力いただいております。本日はよろしくお願いいたします。な、何なんだ君は。何をするんだ。やめたまえ。お部屋の内見ができるだって。よろしくお願いいたします。駐輪場ございます。メールボックス&宅配ボックス、フロントエントランスはモニター付きオートロックでございます。失礼します。清掃行き渡り清潔、エレベーターで上階へ参ります。着きました。こちらです。グリーンのドアに映えるドアチャイムがちょいレトロな質感。それでは今日も元気に。 Open fire. 浅めの段差に安心感、広々とした玄関土間。 Open fire. 右側にはシューズボックス、上部は手荷物などが置ける便利なスペース付き。棚の高さは調節可能。とてもゆったりしていて、買い物袋で足場がなくなることがなくていいですね。趣味道具などをとりあえず置きたい場合とかも便利、好きです。こちらはパウダールーム。新築のような清潔さ、ツルピカ仕立て。 Open fire. 伸びます。シャワーモードに切り替え可能。新築のような清潔さ、ツルピカ仕立て。洗濯機スペース、以前の名残を感じる蛇口。実家のような蛇口、見ているだけで安心します。光輝くバスルーム、壁タイルがひんやりした印象ですが清潔、少しレトロに仕上がり哀愁があります。浴槽は足を伸ばせるサイズ感、調節しがいのある蛇口、手元の微妙なコントロールであなただけの湯加減を演出します。古さを感じさせないニューレトロな質感がいいですね。壁は毎日磨きたくなる反射具合で、思わず掃除にも気合が入りそうな。パウダールームの横にはおトイレございます。温水洗浄便座、収納スペース完備でペーパー収納ができます。このサイズ感、戸建てのように広くて好感が持てます。こちらはおー、最高窓からの採光が最高。こちらはダイニング&キッチンスペース。 Open fire. 深型調理器具しっかり入ります。ちょいレトロなつまみに漂う哀愁、2口 IH ヒーター。作業スペース確保。調理家電スペースもあり、収納は充実しています。冷蔵庫スペースはこちら。棚の調節可能、あなた好みにしちゃってくださいませ。小さなテーブルを置いて食事なんかもできそうですね。 Open fire. 木の癖が際立つ収納スペース、ハンガーパイプ付きです。帰宅後のコート類などをかけてそのままキッチン作業ができます。収納棚をわざわざ用意しなくて助かりますね。引き出しもあって、とりあえず整理整頓しやすくていいですね。使い勝手がいいデザイン、木目に高級感があります。こちらの三連引き戸を開けると、おお、二面採光の開放感でさらに広く感じる洋室、ウッディーロフト付き。エアコン完備、引き戸を開けると開放感増し増しです。おお、収納に力が入ったデザインです。脚立は自身で用意してねの棚付き。普段ほぼ使わないものや非常食の収納に最適。モニター本、ネット回線接続はこちら。ロフト下にはハンガーパイプがついており、クローゼット、室内干しスペースとして利用できます。こちらからテレビアンテナ線、ネット回線接続可能。お外の景色が気になります。網戸だ。あいにくの曇りですが、景色は抜けており、洗濯物もしっかり乾く最高具合です。
駅から徒歩5分でこのサイズ感と景色は嬉しいですね。物干し竿フック、バルコニーは L 字になっており、隣の窓からも行き来できます。最上階ですので窓を開けると心地よい風が入り込み、室内干しをしてもしっかり風を通します。こちらは網戸だ。同じく抜けており、最高の最高。ところどころ年代を感じつつも開放的なサイズ感、木のぬくもりを感じるデザインが非常に素敵です。しっかりとしたウッディなはしごを登り、上階へ参ります。すごくウッディで少し心配になる見た目ですが、想像以上にしっかりとした作りになっています。ベッドスペースとしても利用できそうです。不要なものをまとめて下のスペースを最大利用するのも良しな空間。あなたのセンスが光ります。通りすがりさん、こちらは？え、いいんですか？あの名台詞を言っても。基地感あります。はい、ということで、どうやらこちらのお部屋の探検はここで終了のようです。どうでしたか？駅から近い最上階のお部屋、収納スペースはもちろん、サイズ感、日当たり、非常に贅沢なデザインに生まれ変わってございました。よかったです。想像以上に贅沢な間取りですね。しかし、実は私、ガーデニングを始めたいんです。ガーデニングができないと正直、お部屋として見ることができません。おい、なんだ？どうなっているんだ？うわぁ、眩しい。おい、どうなっているんだ？誘拐だぞ。なんだって？ガーデニングできるお部屋が内見できるだって。よろしくお願いします。ということで、2部屋目は場所移動しまして、こちらの物件。賃料、管理費、共益費は概要欄まで。2014年2月築の鉄骨造2階建て。駐輪場ございます。メールボックス、エントランスはモニター付きオートロックです。失礼します。パリッと仕上がる館内、エレベーターがないため、特別に1階のお部屋を内見いたします。気遣いが素晴らしいな、君は。ちなみにお部屋の電気は止まっております。大丈夫なのか、君。こちらです。インターホン、真っ赤なカラーが印象的なダブルロックの玄関ドア。それでは今日も元気に。Open fire。バリアフリーの玄関土間、前方の景色は抜けており、明るい日差しが差し込みます。左側にはシューズラック、扉がないので匂いや湿気がこもりません。棚の高さは調節可能、作業道具なども収納可能。スライド式扉を開けた先にはパウダールーム、コンパクトな空間に仕上がります。 Open fire。 伸びます。シャワーモードに変更可能、寝癖のまま家を出る心配はありません。その横には洗濯機スペース、浴室乾燥機能ございます。暗いですが、白色のタイルとウッディーパーツで仕上がるスタンダードバスルーム。その向かい側にはおトイレございます。温水洗浄便座。そしてその横にはキッチンスペースございます。ガスコンロ2口、作業スペースは自身でお願いスタイル。Open fire。深型調理器具しっかり入ります。作業スペースはあなたのセンスにお任せスタイル。 Open fire。 非常食などに最適スペース、給湯器リモコン、小窓がついており、キッチンに開放感をもたらします。テイクアウトの練習し放題です。お待たせしました、こちらです。扉を開けたその先にはテレビアンテナ線接続はこちら。何ですかここは。ひたすらいいお部屋ですね。もう少し癖が欲しいな。外はなんだ、なんだあれは。すごく気になります。まずはこちらから。モニター本、カウンターでデスクワーク可能、その他いろいろ置けるので便利です。ネット回線接続はこちら。 Open fire。 クローゼットございます。はい、ということでベランダ、ガーデニングができる専用庭でございます。なんて可愛いサイズなんだ。今すぐミニトマト、いやスイカだっていける。日差しはよしこ、広々としており、作業がしやすく便利です。物干し竿フック、天井部分は照明付きで夜はまったり過ごせる空間を演出します。網戸だ。はい、ということで、どうやら今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか？2つの異なる間取り、収納が豊かなお部屋、コンパクトながらガーデニングができるこだわりのお部屋、互いに良さと個性が光る、非常に頼もしい間取りでございました。互いに頼もしい癖つきのお部屋で、今は選べません。当分の間は夢の中でこの続きを決めることになりそうです。貴重な体験
ありがとうございました。それでは今回はここまで。皆様、ご視聴誠にありがとうございました。